はい、こんにちは。今日はですね、こちらの扉の下のあのレールのところがですね、少し破損してしまったので交換していきたいと思います。敷居滑りテープっていうのがねあるらしいんですけども、そちらをね貼っていこうかなと思います。こちらですね、こちらはカインズホームでね購入してきた敷居滑りテープですね。長さがあるんですけども、2.1 センチですね。そちらの方を買ってきました。それからですね、こちらニスですね。家にあったので、ちょっとね、塗装してみようかなと思っています。こちらね、ニスを塗ってるんですけども、あまりですね、色はね、つかないような感じでした。まあ、とりあえずね、家に余ってたっていうことで、少しね、塗っていきたいと思います。今ね、これ塗り終わった後なんですけども、まあ多少ね、ニスということで少しね、なんかテカってるようなね、感じはしますね。では早速ですね、破損した下のね、テープといいますか、レールみたいなのをですね、交換していこうと思います。かなりね、経年変化あるんですけどもね、まあ剥がれることはね、すぐに、まあ、剥がれました。まあただですね、下の方にテープがね、くっついてしまっている状態なんですけども、まあこのようにね、引っ張ると、まあすぐにね、取れるようになっていました。こちらがですね、下にくっついてしまったシールなんですけども、まあこれはですね、剥がさずに、まあこの上にね、新しい仕切りテープをね、貼っていこうと思います。貼るだけなのでね、簡単だと思います。今ね、早速貼っているんですけども、下の方にね、まあ、紙を取るとあ、まあ、粘着するという感じですね。ここの部分なんですけどもね、少し端の方が少しうまく切れなかったのが残念だったんですけども、まあ、そのままにします。それからですね、扉の下についてるこちらのなんか滑車みたいのなんですけども、もしね、ホームセンター行く前などにね、もし、破損してるようだったらね、こちらも合わせて先に買ってくるといいかもしれません。値段もね、それほど高いものではないと思います。もう、ホコリとかがね、詰まってしまって、まあ、動かない状態でしたね。それからこちらですね、シリコンスプレーなんですけども、これもニスとの同じようにですね、以前たまたま買ったのがね、部屋の中にあったので、それを一応使ってみようかなと思います。まあ、スプレーしてね、空拭きしました。まあ当初からするとね、もう全然ね、滑りも良くなってね、ドアの開閉もしっかりできるようになりました。